こんにちは、ペイちゃんです。スプラトゥーン2先行試写会やっていきたいと思います。いや、ついにね、これやるときやってきました。はい、さということでね、早速やっていきたいと思います。さあ、ZL、ZR ってことでやっていきましょう。ポン。はい、ということで、さあ、君を生かしたやつになりたいかということで、だったらバトル、あ、なんかチュートリアルが始まりましたね、これね。やっていきたいと思います。あ、今回ね、ゲームパッドじゃなくて、このプロコントローラーで今回やっていきたいと思います。で、はい、合わせる。で、こうか。こうで、ZR で、OK、よし。で、これをこう、よしよし、OK、OK、OK。で、これもこっち、よし、OK。で、L で移動。で、よしよし。で、こっちに行く。よしよし。で、こうで。で、R で見ます。OK、OK。ここら辺は変わってないですよね、ここら辺はね。よしよし、OK、OK。OK、OK、OK。で、カメラの正面、OK、OK。まあ、ここら辺は、変わってないですね。いつもの俺ジャンプしながら打つ癖も変わってないと。よし、あ、取ろ、オッケー。まあ、なるほどなるほど。楽しいな、もうこの時点ですでに楽しさを感じるというか。よし、スプラトゥーンの時より画質が上がってる感はありますね。うん、なんかそういう感じはあるわ。で、R でボム投げる。よし、オッケーオッケー、完璧。ここなら完璧ですね。対戦が始まるまで自由にということで。まあでも、ここら辺はね、スイッチの体験会でもやったんですけども、もうこの時点で楽しかったんですよね。さあ、あ、8秒、7秒ということで。ちょ、どの武器でいこうかな、俺。やっぱり初めてなんでね、ってのあるんですけど、考えてるんですけども。まあ、マニューバかな、最初は。今回マニューバやっていこうかなと思います。はい。ZR押したまま B を押すと L の向きにスライド OK。はい、ってことで、もうなんかサーバーがね、重いみたいで、結構大変だったんですけども、早速ね、プレイの方で、え、もう噛みまくってる。さあ行きます。サーバーが重くて全然入れなかったんですよ。ってことで、やっと1回目ということで、はい。やっていきたいと思います。縄張りバトルってことでね、まあしっかりと塗って、頑張っていければいいかなと思っております。やってやってやりまくるぜ、ということで。さあ。さあ、敵をやらないか。さあ行きます。こうで、オッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。そうですね。オッケーオッケー。こうで、オッケーオッケー、完璧完璧、ここら辺完璧ですね。よし、で、待って、で、ちょっと待って、どこで、あ、こうこうこうで、あ、よしよし、待ってよ、マニューバーが使いこなせない、マニューバーが、ちょっと待ってよ、やばいやばいやばい、あ、こう、あ、なるほど、オッケー、で、フルチャージきた、あ、これ打ちまくるわ、待ってよ、待って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 、よし、倒せ倒せ、よし、これで、すここここここ、よし、どうだ、いった、ダメか、チャージャーが狙ってんのかな、今狙ったかな、今、待って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 、あー、くそ、後ろから疲れたね、今。あまり腕は良くないんで、すいません、申し訳ございません。X マップ効果、ここに飛ぼう、ここ、待って待って、あ、待って、これマップで飛びづらいよな、ここら辺やっぱちょっと慣れないというか。で、こうで、よし、オッケー、ここ、なるほど、なるほど。こうやってスライドしながら、うまいこと使いこなしていきたいんですけど、待ってよ。待って、あれ、吸盤が、オッケー、ここにいるから、よし。待って、スライドしちゃうとね、動かなくなっちゃうんで、こう気をつけないといけないですね。で、ここで、待って、あれ、あー、あれ、狙ってるね、あれ。あれ、怖いな。ジェットパックだっけ、あれ。新しいスパショ、スパショってか、新しいね、スペシャルショットね、気をつけないと。待って、待って。待って待って、よし、オッケー、倒していく、よしよし、で、こうで、待って待って待って、倒して倒して、あー、よし、まあ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 、ひどいひどいけど倒した、ひどいけど今ひどいけど倒した今、よしよしよし、で、こういきまして、外、もっとなんかマニューバっぽく倒してな、マニューバっぽく、もうちょっとな、そうそうそう、こういう感じ、そう、縦振り、よし、オッケー、あ、倒せねえか、これ倒して、よし、これ倒してえな、いけるかな、よし、オッケー、よしよし、敵を倒していく、よしよし、でも今回いい感じじゃない、よし、あ、なんでそこ飛んだ、で、こうで、倒して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 、あ、まあ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 、後ろからローラーで倒れた、倒された、いや、マニューバーかな、今、相打ちだったのかな、今、マップで、よし、こうか、ジャンプの方もちゃんと身につけていきたいよね、本番までには。待って、あ、くそ、 OK、 よし、あー、まあ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 、でも今、
そう、スライドで近づいていくっていう感じで。よし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 。まあ悪くない悪くない。よし。よし、オッケー。悪くない悪くないですね。ということで、はい。まあ、相変わらずの腕だけど、でも楽しかった。すごい楽しかったです、これ。1回目。うん。もうちょっとなんかうまいこと倒したらいいんですけどね。うまいことね。よしよしよし。まあ、30、あ、まあ、まあ、負けだけど、まあ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 、いいんじゃないかな。うん。あ、まあ、6キル4でしたし、まあ、唯一、まあ、キルレは1超えてるんで、いいんじゃないかなと思いました。うんうん。まあ、悪くはない結果でございますね。ちょっとマニューバーでもう一回やってみようか。はい、マッチングの方、いたしました。よろしくお願いします。やっぱ1回マッチングしちゃうと、結構、エラーなくいけるというか、そういう感じを受けましたね。はい。ということで、やっていきましょう。バッテラストリートじゃなくてもう一つのステージでもやりたいんですよね。うん、もう一つのステージは体験会でもやってなかったんで、さあ行きます。こうですよ。よし、 OKOK。 そうそうそう、こうで、こう、よしよし、そう、こうやって OKOK。 さっきやってたっけ、これ。まあいいや。こう行きます。待って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 、あ、待って、あー、くそくそ、スライドうまいこと活かせなかったというか、うん、スライド2回連続までなんでね、気をつけないといけないですね。X で、ま、手開いて、これ、これですか、飛ぶ。いけてるか、いけてるか、待って、あー、俺の今、俺のジャンプのせいでバレたな、今。申し訳ない。申し訳ない、マジで。今のは申し訳ないわ。うん、これ、歩いていった、歩いて、歩いていった方がいいな。押されてる、だいぶ押されてる。どうしようかな。こう行きまして、待って、何、何、あー、危ない危ない。これ、よし、倒せ、よし、オッケー。マニューバっぽくない倒し方だけど。待ってよ。よし、オッケー。今の。こうやってなんか、うん、動きながらやっていくっていうね。マニューバっぽい倒し方ですね、今の。よし、よし。悪くない、悪くない。うん。なんか、いつもの、なんか、他のゲーム実況とかに比べて、すごい集中しちゃうな、これ。すごい集中しちゃうというか、うん、楽しくて集中しちゃうな、これ。こうで、待って、あ、こういうな、危ね、カーリング、あれ、カーリングだっけ、危ね、あー、カーリングボム。あ、さ、俺ボム使ってないから、ちょっとボムを使っていきたい。カーリングボムはマニューバか。うん、うまいこと跳ね返らして倒していきたいよね。ほい、待って、ここにいる。よし、 OK。 よい、いい感じ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 。待って、あー、くそ、ジェットパック今使いたかったんだけど、使った途端にやられたっていう。うん、やばいぞ。なんかマニューバっぽい倒し方ってのはあんまやってない。そうそう、こういう感じ。そうそうそう、待って、いる、いるな、そこにいたな、今。待って、待って、囲まれたらしゃあない、今囲まれたら。うん、急いでホーム画面に帰るってこともちょっと今マップがうまいこと使いこなさないんで、きついというかさ。うん、あ、いるな。待って待って、あ、くそ、ボムか。くそ、今のひどかったな、今の。タイマンでやらないと、やっぱりマニューバーはタイマンでやらないといけないですよ、いけないですからね。よし、ん、いるのか、そこら辺にいるのかな。そこら辺にいるよね、多分。そう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 、あー、くそ、このかわしが下手だよな、俺、かわしが慣れないというか、うん、下手ですよね。ということで、フィニッシュ。うん、まあ40点、あー、まあ俺がやられてなければ勝ててたのかな、今回は。申し訳ない、本当に申し訳ないです。あー、まあ、キルレもひどいですね、今回は。まあ、3キル8ですということで。申し訳ないです、本当に。本当に申し訳ない、これは。次回絶対挽回します。はい、ということでマッチングしました。これ、セピアさんって本人かな？わかんない。多分本人じゃないと思うんですけども、やっていきたいと思います。さてさて。今回、マニューバー、まあ、ラストということで。うん。まあ、1試合目が、まあまあいい感じ。2試合目が、ひどかったんで、3試合目はいい感じで、締めくくればいいんじゃないかなと思っております。さあ、行きますよ。うん、さあさあ、いきますよ。 OKOK、 こういきまして、このやっぱステップだけ、もう名前が分かんないんですけど、あれもいいこと使いこなしていきたい。こう、
待って、危ね。そうそう、こういう感じでしっかりとかわして、これ下から来るな、待って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 、あ、そうそう、あ、よしよし、まあ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 、今ひどかったな。で、これジェットパックだっけ。ここら辺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 、よし、いけ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 、ここここ、よし、いった、ダメか、全然倒せねえ、全然倒せねえ、スペシャルショットで全然倒せねえ。待って、おしゃれ、今いい感じ、この後連射が速くなるんでね、いい感じでした。まあ、あーくそ、今ローラーに殺されに行った動きだよね今。まあ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 、でもでもでも倒していくんで。待って、全然濡れてねえじゃん、縄張りバトルのくせに全然濡れてねえ。これガチマッチの動きしてるみんな、これ。まあいっか、よし、オッケー、まあまあまあ倒していく。ん、よしよし、オッケーオッケー、こう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 、これはやりてんだ、これをこれはやりてんだ、そうそうそう、このストライク移動した後の、よしオッケーオッケー、もう倒せ倒せ倒せ、よしオッケー、縦振り知らないのかな。待って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 、あーくそ、今の相手の動きがうまかったな、ダヤンさん今のはうまかったな。あれされるとやっぱ相手きついよね。うまいこと動かれるとやっぱマニューバーはきついかなっていうのはありますね。うん、よし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 、オッケー、待って、いる、あっちにいるか、これ待ってよ、これ来るか、待って、あくそー、今一発で行きたかったな今。悔しい、すっごい悔しい、今めっちゃ悔しいな、今の今のは悔しいな。よし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 、あれいるな、チャージャーかな、相手なかなかチャージャー使ってこないっていうかさ、待って待って、あー、うまい、あの動きうまいな、あ、やっぱダイアンさんうまいこと使いこなしてるなっていう、相手の方使いこなしてるなという印象を受けます。難しい。俺やっぱちょっと難しくてまだ使いこなしてないというか。よし、まあ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 、裏をついていく。全然マニューバーでもない、シューターでもできる動きなんだけど今のはね。待ってよ、あ、くそ、うまいうまい、あの人うまい、対面じゃ勝てねえな。ダヤンさんが上手すぎる。うん、まあという感じで、ああいう動きができるようになったらマニューバー強いですよね。ただ俺できなかったんで。はい、こんな感じですけども、まあチームの勝利には貢献できたんでいいんじゃないでしょうか。はい。まあ楽しかった、すごい楽しかったですね。まあ8キル5です、まあ悪くないけど、悪くないですけど、あ、キルレザーはダイアンさんより上なのに、なんか俺対面ではすごいやられたなという印象を受けます。ちょ、ラストにもう一試合やっていい、ラストにもう一試合やりたいわ。はい、ということでマッチングしました。はい、ラストです。なんか さっきね、3試合目のなんかラストって言ってましたけども、今度こそ泣きのラストということで、はい、やっていきたいと思います。うん、バッテラストリートが多いな、もう一つのやつもやりたいなっていうのはあるんですけど、今回はまあまあまあいきましょうか。はい、いきますよ。しっかりさっき濡れてなかった部分もあったんでね、しっかりと塗って、縄張りバトルなんで塗った方が勝ちですから、どんだけ相手倒しても。うん、待って、あ、くそ、オッケー、ナイス、まあいい感じ、投げていく。待って、あ、くそ、降りてった、ひどい動きだね今の、ひどい動きだな。こっちから、よし、難しいな、この、あー、なんか押しちゃうね、これこれ、待ってよ、これ倒して倒して、待って待って、倒して倒していいけど、なんかこれめちゃくちゃに打ってるね。待って、そこに降りたらまずいやろ。まあでもでもでも、待って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 、よし、オッケー、そうそう、連射が速くなる、そうそう、連射が速くなるから、待ってよ、オッケーオッケーオッケー、ここにおい、ここにいる、あー、くそ、うわー、きついな今のは。サポチさんうまいな今のは。ここ、あ、待って、あ、待って待って待って、沼プレイ、今の沼プレイだわ。うん、マップに慣れてないんで本当にそこら辺申し訳ない。うん、慣れれば、待って待って待って、今待って待って待って、これ後ろにいるか、ここに絶対いるから、ここに
どうやっていこうかな。これ塗り状況、相手の塗り状況把握できないのちょっときついよな。あ、くそ、あ、やばい。これがスーパー着地、ローラーの新しいスペシャルショットですね。スペシャルショットって言い方で合ってるのかな。スペシャルウェポンか。うん。で、あとは、あ、ジェットパックか。待って。あ、狙ってるね。危ね危ね。危ねえな。狙ってるよね。危ね危ね。これ、降りた？降りたよね。よし、OK。あ、くそ！何？上か！マルチミサイルはしゃあねえ。うん。見えなかった、今。完全に。しゃあないわ。うん。でも楽しいな、これ。やべ、めっちゃ楽しい。待って。うわ、後ろか。敵に背中を見せてしまった。待ってよ。オッケーオッケー。あー、まあ。まあ。ここ。オッケーオッケー、まあ。オッケー、よし。今の動きはしたかった。今の動きは普通にしたかった。ああいう感じでやりて、ああいう感じで。よし。まだ。ラスト。攻めて。よし。これ、もうジェットパックも使って。倒す。よし。オッケー。どうだこれ。いったかな。逆転したか。いや、きついかな。きついか。あー、惜しい。一時期すごい状態まではいかれてたんですけど、まあ、最後持ち返したんですけどね、ダメでしたね。まあでも、はい。まあ、6キル5です。あ、まあ、一応、うん、勝ち越してるから、いいんじゃないかな。はい、ということで、まあ、こんな感じでございました。ということで、スプラトゥーン2、先行試写会パート1の方は、マニューバーの方を使っていきました。楽しかったです、これ。なんか、結構ね、でも操作感は慣れが必要になってくるというか、そういう感じを受けました。はい。次は、ローラー縦振り、ができるようになっているローラーをちょっとで使っていければいいかなというふうに思っております。ご視聴ありがとうございました。またの。